追記庁は福岡県北東部に位置していた築城郡の町である。2006年1月10日、椎田町と対等合併し築城町が発足、自治体としての追記庁は消滅した。現在は築城町の西側に組み込まれる。町役場は築城町役場追記支所として業務を行っている。以下、消滅前日までの情勢を記す。福岡県北東部に位置し、 南北に細長い長域を有する。町の最北部にある追記駅前を中心に市街地を形成しており、市街地から少し離れたところに航空自衛隊追記基地がある。南部は山地となっており、陶器に強い寒波が流れ込んだ時は山間部は大雪に見舞われることがあり、町内市街地では数センチ程度の積雪であっても山間部は30センチ。 以上の積雪になることもある。行橋市と隣接していることから、武前市や中津市よりも行橋市との結びつきが強く、市外局番もで、行橋市、京都郡と同一である。ショッピングに関しては、築城町のルミエールや行橋市の夢タウン行橋丸は行橋サンパルなどのショッピングセンターが利用されることが多い。また、追い町中心部から行橋市までは、 車で10分ほどである。中津島では約30分である。また、北九州市との関係も密接で、北九州都市圏に属し、10%通勤圏内であり、北九州市方面に通勤、通学する人が非常に多い。追記駅から北九州市小倉駅までは、普通列車で約40分。快速列車では約30分である。また、 隣接する椎田町との関係も密接である。当初は、行橋市、西川町、勝山町、豊津町、椎田町との計地区一市五町で合併協議を進めていたが、2003年11月の追記町議会で住民から出された部前市、椎田町の豊地区一市二町合併協議会設置案が可決。追記町は、 京築一市五町合併協議会からの離脱を表明し、京築一市五町合併協議会は解散した。その後、武前市、椎田町との合併を協議していたが、椎田町で行われた住民投票の結果が反対多数だったため、合併協議会は解散した。その後椎田町と合併協議会を発足させ、わずか1週間で全協議を了承。 2006年1月に、築城町を発足させた。慶築一市5町合併協議会を発足させる前に、追木町と新田町で行われた住民アンケートでは、行橋市との合併に賛成が多かったことから、武前市との合併には賛成派同様に反対派も多いとみられ、将来的に行橋市との合併を望む声も根強い。武前警察署管内高等学校中学校。 小学校特別支援学校町内に高速道路はなく、最寄りのインターチェンジは九州自動車道の小倉東インターチェンジである。ありがとうございます。